表彰1のインファーノ GT2VE レーススペック2020年メルセデス,ス AMGGT3 完成品の紹介です、えー。セット内容はこのようになっています。完成品のインファーノ GT で8分の1サイズですごい迫力があります、えーと。完成品でこのままできますけれども通常の10分の1の ササイイズズがこのサイズになります。いかに大きいか分かると思いますけれどもただ大きいだけではありません、えー、こちらの方はブラシレスとリポバッテリーを搭載するのを前提になってますのでメーカー発表で時速8 0っとリポバッテリーを2本使いますシャーシはこのようになってますので インファーーの,のバギーですね。世界選手権を何度も取っているそちらの方を幅を狭くしてスケール感にして、えー、オンロード仕様にしてあります、えー、エンジンがない分ブラシレスのモーターとシンプルに、えー、スピードコントローラーをかなり強力なタイプにしてありますので、えー、波の10分の1の電動カーではこれにはスピードでは歯が立ちませんなぜかというとバッテリーが2本使いますバッテリー充電器は別売りになります リ、えー、リポのバッテリーを2本通常の10分の1は 7.2V とか 7.4V とかのボルトなんですけれどもそれは1本使いますけれどもこちらの方は通常の10分の1ではこのパワーを受け止めることができないのでこのサイズとこのサスペンションがついているタイプで、えー、最強の、えー、と電動化になります。 当然こちらのバッテリーを充電するには、えー、その対応の充電器が必要です。こちらは、えー、バッテリー充電器は別売りになります。セットには2.4の送信機が付いてますので、こちらの方でバンドは必要なくて、その人のバンドでできますので、あとはこちらの方に単三電池用法は別売りになります。 ボディがこのようにメーカーでヘッドライト周りとかすごくきれいに作ってありますのでこれでものすごいスピードで走るとこのサイズなものですから安定して操縦が不れな方でもあの安心して力を入れてパワーかけることができます非常に細部にまでウィングのところまでちゃんと レース用のウィングのステーとかもちゃんとなっててこの辺は3つ、えー、レーサーで、えー、培った表現力の高さが伺えますこちらの方で、えー、と難しそうに見えますけれども、えー、シャフトの四輪駆動で、えー組みあのー、走行させますので、えー、多少荒れたギャップの多い凸凹が多いような えー、場所なんかでもあのサスペンションがついてるものですから、えー、オ,ンオンロードといってもその辺は多少下が凸凹でもショックを吸収してできるようになってますので安心してフルパワーをかけることができます。えー、こちらの方はバッテリーを2本直列するとあの普通のエンジンカーよりもスピードが速くそれがス,あのスロットルを握った分だけスピードが出ますので。 できたら場所が広いところが必要になるくらいのモデルになりますけれども、えー、爽快感がもう火になりませんあとエンジンに比べて一番違うのは燃料のベトベト感がないのとあと一番大きい点がエンジンの場合は真ん中にエンジンがあってそれに合わせてクーエンジンになってますからエンジンの場合はこことここと穴を開けなきゃいけないんですねでこちらの電動化はそれは必要がありませんのでスケール感がそのままスケールで えー、パワーをかけてパワードリフトをかけながら、えー、広いところで遊んだりとか、えー、スカッとする走行があの約束されていますので、えー、通常の10分の1の電動カーでは味わえないくらいの迫力、えー、爽快感が一番売りつけでそれが、えー、と完成品でバッテリーの、えー、準備ができればすぐ走行ができるようになっていますので,であと車体の方にはあの豊富なオプションパーツのインファーノの エンジンカーの、えー、サス周りとか部品を取り付けることもできます。箱出しでももちろん綺麗によく走りますので、えー、10分の1の問題ない方は、えー、ぜひあの挑戦してみてください。